is invading our home. They are brutal. Relentless. Unstoppable. We are 80 samurai against an army, fighting to slow the invasion. Today, I die for my people. There must be thousands of them. We will face death and defend our home. Tradition, courage, honor. They are what make us. We are the warriors of Tsushima. We are samurai! Nodadachi, go break their spirits. Hey! Outsiders, send your finest warrior to face me. Nada, Jinnira. I am Haru Nobuadachi, descendant of the legendary Yoshi Nobuadachi. Lord Sakai, even if it cost us our lives. As you command, Lord Shimura. Men, we must hunt down the Mongol leader. Everyone, with me. More Mongol dogs. Cut them down. Put them. No!
Left. There is only one path for us. Find the Mongol leader and end him here. I'll fight beside you to the end. I know. Khotan, cousin of Kublai, grandson of Genghis. Brother, you are a warrior. I can see that. You trained your whole life for this, and you have won battles that lesser men have called unwinnable, yes? But while you were sharpening your sword, do you know how I prepared for today? I learned. I know your language, your traditions, your beliefs, which villages to tame and which to burn. So I'll ask you once again, Samurai. Do you surrender?
How did I get here? Mongols. Someone saved me. Hit me back here. Maybe they have my sword. Was sharpening their blade. A warrior. My armor. Broken. But better than nothing. Wait! Where's my sword? Not here. You're on! Here! Take care of this. Please, hide. Oh, don't hurt me! Shield, Lumini! Bryce! I'm Yuna. You want your sword? Follow me. どれほど寝ていた？数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。Negum Ben. You would speak back, Jay. Dose. Cuts. Taske you nante omowanai de. Tami no inochi ga. Shimura dono wa ikusoba ni orareta ka?地頭の知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが坂井陣か。地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。
攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下文を送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ、手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。そうしておる。島中駆け回ってるよ。みんな奴隷にされたり殺されたりとって、よし。まずい、隠れるところがない。このまま出たらあいつらに見つかっちまう。一か八かだ。待って、荷車が。今だ。早く。早く登って。屋根に登り、戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえた。取り戻してやるわ。使えそうなものをもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。Thank you.
どこかにあるはず。我が名は酒井仁、地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命を救ったたちだ。殴られたのか。いえ、身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、おじ上。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよう。はい、おじ上。撃ってこい。よろしい。さように戦えれば技をつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではその技をつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。そやつの目に砂を浴びせ鼻を折ります。それからめった打ちにしてやりましょう。それは誇りのない安き勝利だ。武士たるもの、敵が卑劣であろうと自らは堕落することなく己の義を貫け。忘れてはならぬぞ。はい、おじ上。ではわしの防御を崩せ。酒井仁が勇ある武士だと示してみよう。防御を崩し素早く打ち込め。よし。よく防いだな。まだ攻めるな。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせよ。よし。受け流しを教えよ。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。撃たれる寸前に受け流すのだ。覚えが早いぞ。撃たれる刹那に受け流せ。立つしておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわしささず切り返してみよう。よし、その息だ。
良い切り返しだ。うまく避けた。良いか。かわしたらすぐさま攻めろ。なかなかの切り返しだ。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有限を決めるとする。ではタコにしましょう。うまいぞ、ジン。腕を上げ。飯の前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。I've not tell samurai。 近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。もう隠れん。太刀も取り返した。ちょっと万平だ。一人も逃がすでない。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。
あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。おじ上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。おじ上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。こやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？どうどう。似合ってる。名をつけねばな。守る闇。城の中だね。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だがこたびは俺が。お主はここで待っておる。志村殿を返してもらうぞ。ガルチンサラクラッウェイ。
上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。サファコアラロケ。聞いておるぞ、酒井人。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けを乞う姿をな。人。さあどうする、酒井人。Thank you.
おじが見ておるぞ。諦めろ、堺人。黙れ、けどめ。若様、そろそろです。ああ、今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上はご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ユリ。堺殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。何よりも民を守られた。まことのものの不要。すべて私のせいです。仁、それでも武士か。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。奴の魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。
明日わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は知ろう。お導きください。ユノ、ユノ、ジェン、どうだった？志村殿を見つけお助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち分かるよ。情けないよね。でも死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再びハーンに挑んだとしても、帰り討ちに会うのは必定。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい、隠れなきゃ。あんたを探してるんだ。馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてやれ。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば
石川先生や足立政子殿、このお二人を。高田って腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。高の腕なら朝飯前さ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ、後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様も。待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。
猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、金田の入江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。力を貸してくれる人は見つかった？いや、まだ探しておる。じきに誰か見つかるさ。あたでタカも手伝ってくれるよ。すぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。兄弟とはそういうものだろう。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた心の内は明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それが物の札。この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。あれが野営？入れそうにないな。数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある。探すぞ。タカを助けなきゃ。敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。奥の守りは固そうだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい？この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの？近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。
たかは苦労してるんだ。猛虎が来る前から守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだ。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり猛虎に殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろ。なんだってやらなきゃ。通るぞ。蹴取られれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。できる。チンハルボ、うん、サムライ。お前はどう見る？足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。ぬかるでないぞ。わかりました。後を追うぞ。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。無本物のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。卑しきことを申すでない。ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を御せるのであればその時は考えてやろう。いました。よるな。生きておるやもしれん。この焼き図では死なぬはず。見てください。この傷の跡は矢ではありません。刺客。
槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですが、おじゅうよ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならぬ。誉れを胸に切れ。敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。ジン、どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。You.